よろしくお願いします。九州大学の沖です。私はチップアトラスというウェブサービスを開発しておりまして、今日はそのサンプルメタデータのキュレーションとその爆速化についてお話したいと思います。私の研究歴ですが、ベースは発生生物学です。マウスの発生学を、まあ、10年以上にわたって研究しております。で、大体2014年ぐらいからチップアトラス、14年ぐらいからチップアトラスの開発を進めてまいりまして、15年に、一般公開しております。で、このチップアトラスというのはどういうデータベースかといいますと、論文などで報告されたほぼ全てのチップスイップデータをギュッと集めたようなウェブサービスです。で、そうすることによって、なんか興味のある遺伝子の周りにどんな転写因子がどの細胞で結合しているかというのを一目で理解することができます。で、これは BDCNS の太田達郎さんとの、共同開発になります。で、データをずっと更新しています。2015年の暮れにチップアトラスを一般公開した後、どんどんデータが増えておりまして、4万件ぐらいから今や12万件ぐらいあります。で、その間どういったデータ処理や公開をしているかということを簡単にご説明します。まず DDBJ とか NCBI などの公共レポジトリに論文などで報告されたチップスイップデータの SRA が全部、配列生データが全部登録されております。で、それらをすべてダウンロードしてきまして、レファレンスゲノムにアライメントすることによって、まあ、こういうふうにアライメントデータを作っております。で、またピークコールを行うことによって、そのアライメントが優位に集中する領域を特定して、これもチップアトラスのウェブサービスを通じて閲覧することができるようになっております。で、もう一つ非常に重要なことをやっておりまして、それがサンプルメタデータのキュレーションという作業になります。ここではこの3つの実験例を例に示しておりますが、こういった転写因子に対してこういった細胞で実験が行われたというのを全部マニュアルでキュレーションしております。で、それらをすべてデータ統合して、データマイニングすることによって、こういった、好きな遺伝子の周りにどんな転写因子がどの細胞で結合しているかというのを非常にきれいな抗原名と細胞名を見ながら、閲覧することができます。で、このキュレーションというのはどういったものなのかといいますと、まあ、皆さんご存知かと思いますが、その SRA としてデータを登録するときに、そのどんな実験が行われたかというサンプルメタデータというのが同時に登録されることになります。ここでは例として8つの実験データのサンプルメタデータを載せていますが、まあ、これを見たところでパッと見て分かる人というのはなかなかいないかと思います。で、そこで私はそれらを全てマニュアルでキュレーションすることによって、抗原名、転写因子名と、で、細胞名と、で、それらが由来する組織まで書き下すようにしております。由来する組織というのはどういうことかというと、例えば HEPG2 という細胞株はリバー由来であるとか、そういうふうなところまで書き下すようにしております。で、どのぐらい、キュレーション頑張ってるかというと、毎月約2000件のデータが追加されますので、それを全て、キュレーションしております。で、じゃあその爆速キュレーションのための工夫をいろいろやっております。で、一つはオープンリファイン、藤沢さんがお話しあると思いますが、オープンリファインというツールを使ってデータ入力をしています。で、もう一つ補助ツールというものを私が開発しておりまして、まあ、これ一人で JavaScript を書いて開発したものになります。で、それをバックエンドで支えているのが、機械学習とシソーラスになります。で、まあ、このオープンリファインと補助ツールをガチャガチャいじりながら、この機械学習とシソーラスが背景で頑張っている、そういった、点検になっております。で、この機械学習化というのはどういうことかといいますと、今まで私が、キュレーションしてきた履歴が何千件何万件とあります。まあ、ここでは4つの実験データのサンプルメタデータがあって、私がこういうふうにキュレーションしたという履歴が何万件もあります。で、こういったキュレーション履歴を、コンピューターに学習させます。で、その後、今後毎月新しくメタデータが追加されたときに、それらについて瞬時にこういった転写因子名ですよというふうに変換するような、ツールを、セッセさんが作っていただきました。で、そうすることによって、例えばこういうふうに、FOXA1 ってここ2回出てますが、まあ、10回以上出てきたことがあるような転写因子に関しては 90% の正答率を誇っているということで、まあ、非常に助かっております。
で、こういった機械学習とともに、もう一つ、思想ラスをちゃんと作って、この補助ツール、この補助ツールにこうデータを投げ込むことができるようになっています。で、この思想ラスというのはどういうことかといいますと、例えばこの転写因子名ですね、オクト2という転写因子があるんですけど、これ、俗称です。本名は PAU2F2 というのが本名になります。他にも LSD1 という有名な因子があるんですけども、これ本名は全然違う名前になっています。で、そういったそのオフィシャル人シンボルに全部統一するようにしておりまして、例えば人だったらヒューゴとかマウスだったら MGI などのデータベースに、乗っ取ってやっております。で、いろんな表記揺れがそのこの思想ラスの中に入っていますので、そいつらを全部集めております。で、また細胞名に関する思想ラスも作っております。で、ところが細胞名はオフィシャルシンボルのようなものがありませんので、まあ、以下のこの4つのデータベースもしくは論文などに準拠しております。まあ、2014年のネイチャーにセルラインの名前をこういうふうにきれいに書きましょうというのを提唱した論文があります。ここにも ATCC という世界最大のセルライン版エンコードで使われているような表記、他にもメッシュで使われているような表記法に従うというふうにしております。で、例えばこれ有名な例なんですけども、 MDAMB231 という変な名前の細胞株があるんですけども、これも表記をいろいろ見ると、このハイフンの位置がいろいろ違うと。で、それだけでもしそのハイフンの位置がバラバラになっていたら、そいつらはもう全然別のデータになってしまいますので、こういうふうにちゃんときれいに変換するということをしなければいけません。で、こういった、機械学習と思想ラスを使って、このオープンリファインと補助ツールをこう行ったり来たりしながら、まあ、こっちがオープンリファインです。で、こっちが補助ツールなんですけども、これ行ったり来たりしながらデータを入力しております。で、この補助ツール、実はこれかなり作り、すみません、かなり作り込んでおりまして、この太田さんには作りすぎててキモすぎるというふうに言われています。まあ、そういう褒め言葉をいただけるくらいかなり作り込んでおります。じゃあどういうふうにして私がやっているのかというのをご紹介したいと思います。まずこれオープンリファインの方に、こちら側が新しく追加されたサンプルメタデータになります。で、こちら側は機械学習で予測された結果になっております。で、まあ、こちら側をどんどんこうきれいに修正していくわけなんですけども、まずこの補助ツールに、ごめんなさい、まずここに LSD1 とかっていうふうに書かれているメタデータがあります。で、これは本名は KDM1A なんですけども、まあ、もしこれ私だったらこれ覚えてます、覚えてるのですぐこれに変換することができるんですけども、まあ、もし覚えてないときはどうするかというと、先ほどのこの補助ツールのここに、LSD1 というふうに入れてやります。で、そうすると思想ラスを検索していって KDM1A という本名が出てきます。で、このボタンをクリックすると、クリップボードにこのデータが流し込まれるようになっておりまして、LSD1 に入れてあります。で、ここへ本名が出てきますので、これをコピーしてやると、ここをクリックして、ここをクリックすると、クリックボードにコピーされます。で、それをまたオープンリファインの方に戻っていって、先ほどのこの LSD1 というふうに書いてあったところにこの文字列をペーストしてやって終了です。まあ、こういうような感じで行ったり来たりします。で、他にも、細胞名でも同じようなことができます。例えば MDAMB231 の本名をちゃんと知りたいのは、ここに MDAMB231 というふうに出てあると、まあ、こういうふうに本名、ハイフンがこういった位置にあるというやつが正解データとして出ることができます。で、他にも履歴、私がこれまでキュレーションした履歴の中から探すこともできます。例えばここ、オクト2というふうにありますが、これ本名は PAU2F2 というふうに私が過去に変換した履歴があります。で、ところが、まあ、コンピューターは覚えてるんですけども、私はたまに覚えてないということもあります。じゃあそういった時にはどうするかということなんですけど、またこの補助ツールに戻っていきまして、オクト2というふうに入れると、私がこういうふうに変換した履歴があるということがあるので、ここをクリックするとクリックボードに流し込まれて、ここにデータをペーストするだけでおしまいということになります。で、さらに
こちらが、この以下のデータを見てみますと、こういったサンプルメタデータはこういうふうに予測されているというふうになっています。例えば P300 は EP300 でしょうとか、 P63 というのは TP63 が本名でしょうとかというふうに書かれています。でじゃあこいつらを全部こう修正していくのは結構面倒くさいので、もうここをクリックしまして、ここをクリックしまして、イコールっていうふうに入れておしまいです。でそれをずっと繰り返していきます。でそうすると、今後このデータをチップアトラスの方に持っていくと、もうこれが全部こう反映されるようになっております。まあ、そうすることによって非常に楽にできるようになっております。で他にもこのオープンリファイン、明日藤沢さんの話であるかもわかんないんですけども、一括変換することもできます。これがハマるとすごい気持ちいいんですけども、何十個のデータが一気にダッとこう変わります。その瞬間をこうお見せしたいんですけども、例えばここ H3K27 アセチルというふうにありますので、それを含むキーワード、それをキーワードとして含むデータを全部こうまとめました。 K27 アセチルというふうに全部書いています。でこれを今から一括変換するんですけども、まあ、この辺をこう、まあ、ポチポチやっていって、でここに、キュレーション後の名前を入れていきます。でところが、まあ、H3K27 アセチルのちゃんとした表記揺れなく書くために、もう一回この補助ツールに戻っていきまして、あ確かにこれでいいんだなというふうに、コピーしてここにペーストして、これでおしまいです。まあ、こういうふうにすると非常に簡単に終わります。結構これがね楽しいんです。楽しくなります。で、最近思うことなんですけども、キュレーションがもう最近楽しくて頼むこれ機械学習と補助ツールができた頃から非常に楽しいです。もう爆速で、もうしかもなんか今回あまり紹介してないんですけども、いろんなこう、ショートカットキーとかコマンドとかを作っていて、こうパチパチパチってやると、もうなんかどんどんこう綺麗になるっていうのがすごく楽しいです。で、もう一つ、最近思うのが、まあ、こういった予測ツール、あ、で、ですので、こういったものっていうのは、なんかそのさっき平木さんの話でありましたように、なんかツール作ってくれるっていう人がいると非常にいいんじゃないかなと思っています。で他にもこの予測ツールっていうのは他のデータ整理の活用できると思っています。つまり私がこれまでセルラインの名前をキュレーションした履歴があって、でそれを機械学習で、簡単に変換することができていますので、他にも RNA-seq データなどのサンプルメタデータを加わせることによって、それらをきれいに、細胞名を直すことができるんじゃないかと思っています。でそういった細胞名を今後はきちんとコントロールドボキャブラリーにマッピングする必要があると思っておりまして、でそれを今池田さんと太田さんが、協力して、開発を進めていただいております。まあ、以上なんですけども、最後に私来年4月から京都大学に移ることになりました。で